ファーザーはこう言っていた。仕事を片付けたらウィンターブルームまで来いと。詳細を告げず場所だけ指示。いつものやり方だ。町外れに蛇の根城があったはず。きっとそこね。仕事を把握しファーザーの隙を探らなきゃ。そしてファーザーを殺す。ファーザーはいない。おいおい、来たぜ。うこりゃマジで美人だ。ん？姉ちゃん、俺らと遊ぼうぜ。うせな。ガキの相手してる暇はない。よく見ろ、こっちは男3人だぜ。あんたを好きにしていいって言われててさ。おとなしくしな、アバズレ。かわいい声で泣かしてやるよ。うざったい。眠ってもらおうか。おねんねしな。おねんねしな。おねんねしな。見事だ、娘よ。ファーザー、生かさず殺さず相手の動きだけを沿う。寸分狂わぬ技術がなきゃできねえ芸当だ。どうも。ガキってのは素直だな。小銭を渡しゃ言うことを聞く。美女が来るから好きにしていいってな。今頃お前を抱く夢を見てるだろうさ。怒んなよソロン、からかっただけだろ。いい加減にして。仕事のたび悪ふざけに付き合わされる。そのおかげで腕が上がっただろ、黒蛇のエースさん。例の仕事は片付けてきたようだな。あれもからかったっていうの。こうだまして殺し合わせてるか。だから言っただろう、ソローネ。お前がふさわしいんだよ、後継者にな。今回の仕事が終わったら、その座を渡す。
そんなもの、いらない。私は、あんたを殺すために来たんだ。隙はある、必ず。さて、そろそろ仕事するか。詳しい話は現地でする。準備ができたら来い。場所は町の東だ。分かった。さすがだ。背後には隙がない。でも必ずファーザーをやるチャンスがある。敵を仕留める瞬間、どんな手だれでもその時は他に注意を払えない。敵を仕留める隙を狙い、ファーザーを殺す。で、仕事の内容は？雪うさぎ、この町を根城にする盗賊団。黒蛇と仲良くやってきたが、最近縄張りを荒らしやがった。裏切り者には死ね。そういうこと。入り口に見張りが一人、他の護衛はいない。アジトの中にいるボスが標的だ。ソロ、お前が行け。俺は援護に回る。援護？二人で仕事をすることは何度もあったの。ファーザーが標的を仕留める役割だった。なぜなら、彼がやるのが最も確実だから。何を考えてる？まさか、私の考えを。腑に落ちないって顔だな、ソロね。見せてもらうだけさ、後継者の力量。予定が狂った。仕事を進めて気を伺うしかない。分かった。初めての仕事を覚えてるか、ソロン。何？急に。もう慣れたのか、血の匂い。行ってくる。おねんねしな。殺した方が確実だ。死体は追ってこないから。でも無駄な殺しはしない。気分が悪いから。いつからだ、いつから殺しをためらうようになった。頼む、助けてくれ。さあ、やってみろ。できないよ。ウブだな、ソロ。だが、同情ならいらん。そいつはクズだ。さあ、ソロね。
お前もやればわかる。血の匂いがな、癖になるんだ。そのうちパンにだって塗りたくなるぜ。それならイチゴの方がいい。そうか。人ってのは皆生まれ持った才能がある。神から与えられた仕事、天命ってやつさ。お前の天命はない方だ。そう、生きたいなら殺せ。初めての気分は。血の匂い、気持ち悪い。あれからファーザーが教えるままに殺しを覚えた。奪った命の数ももう覚えていない。この手にはもう血の匂いが染みついている。でもあと少しだ。ねえ、あんた、助けて。私、売り飛ばされちまう。うん、噂を聞いたんだ。雪うさぎが女をさらい売り買いしてるって。ねえ、お願い、私を助けて。助けてやる。でも仕事の後に。待ってな。あんたいい人だね。さて行くか。道を塞がないでください。ここからだ。容赦せんぞ。まだまだだな。
様、何者だ？どうも、掃除屋です。その入れ墨、黒蛇か。縄張りの件か、手間を取らせたな。黒蛇とは長い仲だが、雪うさぎは気まぐれでな。蛇は老いた、かつての力はない。小娘を送り込んでくるのがその証ではないか。ごちゃごちゃと。試してみなよ、小娘かどうかさ。そうさせてもらおう。俺は貴様らを見限った。より強い奴と組む。蛇の死期は近い。掃除屋です。こちらの番だな。こちらへよ。いいでしょう。聖火の光輝きたまえ。ここからだ。行きますか。傷を癒やしたんですが。掃除する。試してみなよ。フクロウ。プランを考えれば、炎を破壊したのだ。作戦を完全に終了。炎は燃えろ。行くよ。はい、どうぞ。
いざ。出番か。そこ。プランを考えれば。炎よ、燃えろ。行きますか。どうぞ。ここからだ。こちらの番だな。こちらの番だな。さてと、思考開始。行くぞ。いいでしょう。傷を癒したのはありがたい。出番。よし。なんだ。こちらの番だな。行きますか。本気で行き、傷を癒したのは。さあ、てみろ。本気で暗いな。欲しいなら取ってみな。はい、終わり。命だけは勘弁しろ。何でもする、頼む。靴を舐めればいいか。頼む、その靴を俺に舐めさせてくれ。哀れだね、あんた。悪いけど仕事だから。どんな手だれも敵を仕留めるときは隙がある。だったな、ソロン。ファーザー、安心しな。急所は外した。死にやしねえ。教えを律儀に守るとは可愛い子だぜ。だが甘いな。それじゃあ俺はやれない。気づいてたの、私の目的に。
なんたってお前の父だからな。何でもお見通しさ。今のも俺が手加減しなきゃ死んでたぞ。助け。行儀の悪いウサギだ。ソローネよ、何が気に入らない？ん？誰より大事に育てたつもりだったがな。私はもう疲れたの、この生き方に。だから盗賊団を抜ける。そのためにファーザー、あなたを殺す。そっか。嬉しいぜ、ソローネ。やっぱ俺の娘だ。覚悟ができたらモンテワイズまで来い。待ってるぞ。そこで全てを終わらせよう。ファーザー、動けなかった。いいな、遅かったか。初めからファーザーに好きなんてなかった。正面から向き合って彼を倒せるのか。やるしかない。モンテワイズ、彼はそこにいる。行かなきゃ。自由を盗むために。